ちは。ご機嫌いかがですか？レイラです。今日は中原中也の詩を読んでいきたいと思います。少女と雨。少女が今校庭の隅に佇んだのは、そこは花畑があって菖蒲の花が咲いてるからです。菖蒲の花は雨に打たれて、音楽室から来るオルガンの音を聞いてはいませんでした。しとしとと雨は後から後から降って、花も葉も畑の土ももう諦めきっています。そのありさまをじっと見てると、なんとも不思議な気がしてきます。山も校舎も空のもとに、やがて静かな回転を始め、花畑を除く一切のものはみんなとっくに終わってしまった、夢のような気がしてきます。ご清聴いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、コメントお願いします。ではまた。レイラでした。